こちらワークマンの革新的なコートをねご紹介したいなと思います。今までボロクソ言って申し訳ございませんっていうことで、っていうぐらいすごいやつなんです。イナレムプレミアム防水防寒コートっていう名前なんですよ。はい、本日はですねこちらワークマンの革新的なコートをねご紹介したいなと思います。先に言っておきます。これねめちゃくちゃすごい可能性がありますので、先にワークマンさん謝りたいなと思います。すいませんでした。今までボロクソ言って申し訳ございませんっていうことで、っていうぐらいすごいやつなんです。でこれ正式名称っていうのがね、ワークマンのイナレムプレミアム防水防寒コートっていう名前なんですよ。でそんなことは別にどうでもいいんですけども、何がすごいんかっていうと、イナレムのプレミアムバージョンになってるんですよ。でイナレムのプレミアムバージョンっていうと、分かりやすく言ったらスーパーサイヤ人とスーパーサイヤ人2みたいな感じ。あ、なんか似てるんかなと思ったりしたら、結構もう全然戦闘力が変わってるでしょ。あれぐらいガンと伸びたんですね。でそもそもイナレム自体もすごいんですよ。スーパーサイヤ人やからね、言うたらフリーザーからしたら相手にならんぐらいのね、ほんまにすごいやつなんやけども、初めてそういうとしました。イナレムでもすごいんやけど、イナレムプレミアムまで上がったっていうところがね、今日のこのワークマンのダウンジャケットの見どころなんですよ。でね、そんなところでいろいろ見ていただきたいなと思うんですけど、まず見ていただきましょう。身長体重178cm70kg で L サイズを着用しております。いつも僕ワークマン XL っていうか LL がねちょうどいいんですけど、なぜか知らんけど今回 L サイズでちょうど良かったです。でパッと見た感じ、あ、なんかジャケットなんかなと思うじゃないですか。これよくよく見てみると、この外側がね、この蒸れないって言われてるワークマンのやつで、で裏地があって、この中にダウンと中綿も入ってるんですよ。だからまあダウンジャケットまではいかんねんけども、まあこの防水防寒コートっていうのが、まあ絶妙にいいネーミングやなと思うんですね。全く映えません。全然映えたらないネーミングじゃないし、これワークマンさんの名前考えた人からしたらめちゃくちゃディスるやんこいつって思われるかもしれないけども、ネーミングはちょっとあれ、なんでこんなネーミングさんっていうネーミングやねんけども、すごいねいい感じで仕上がったんじゃないかなと思います。でこれ値段がワークマンにしては高い、7800円で、僕の普段動画見ていただいてる方からしたらすごい安い。なんやったら僕が今ここに持ってるゴアテックスの靴下より安い。このゴアテックスの靴下、モンベルで買って、これまあブランド違うんやけども、これがですねいくらだったかな、あ、ここに書いてますね、8250円って書いてますので、いかにね、このジャケットがコスパがいいかっていうところが分かって、コスパっていうか、まあ、値段が安いかっていうのが分かるかなと思います。じゃあまず行きましょう。これねとんでもなくすごいところ、何がすごいのかっていうと、まあ、僕の動画見ていただいてる方ってこうスペックとかお好きじゃないですか。何がめちゃくちゃこれすごいなっていうところが、このね外の生地なんですよ。ワークマンのイナレムプレミアムっていう、まあ、名前ははっきり言って言いづらいです。イナレムプレミアムってこう陰踏んでるような感じなんですけど、まあ要はちょっとワンランク上なんですけど、素材感がねちょっと見てください。ちょっとマットな質感でね、ワークマンっぽくないやんっていう、ワークマンのあのちょっとテカテカしたちょっと安っぽい感じとは違うくて、ちょっとマットな感じでね、感じやんと思うじゃないですか。でさらにこれ糖質制限4万ミリあるんですよ。糖質制限4万ミリ、ちょっと待てよと、そう思った方いらっしゃいます？多分いらっしゃらないかなと思うんで、もうちょっと分かりやすく説明しましょう。これ何がすごいんかというと、このノースフェイスとかパタゴニアより生地としてはいいんですよ。でノースフェイスパタゴニアっていうのも全然いいじゃないですか。で糖質性って何なのかというと、この生地がこうジャケット着てる時に中にこう汗とかかくじゃないですか。で汗かいて、あ、蒸れてきたな、背中とかなんかびちょびちょなって、4モール行ってて娘がフードコート行きたいとか言ってるけど、そんな場合じゃないぐらい背中びっちょり汗かいてる時あるでしょ。そうやってね糖質性が悪いんですよ。要は湿気を逃がしない、閉じ込めちゃってるから蒸れてくるよねっていうことで、その糖質性をスーツで出せるんですね。で今回これが4万ミリです。覚えておいてください、4万ミリですよ。それでそしたらノースフェイスの独自で開発した防水ジャケットとかやったら、以前この動画でも言ってると思うのでね、防水性の違いみたいな喋ってるんですけど、全然そんなに1万ミリぐらいかな、2万ミリあったかなぐらいな感じで、もう糖質性がもっと低いんです。半分以下なんですね。でパタゴニアの方も、同じく非公開ではあるんですけども、全然糖質性としては劣ってこないと。でここですごいのがゴアテックスですよねと。でゴアテックスって4万5000ミリも糖質性あるんですよ。要は倍以上蒸れないんですよっていうところがすごくて、目に見えないちっちゃい穴みたいなところから湯気とか蒸気が逃げていくことで、だから汗かかへんのか、だから娘のアイスクリーム並ぼうって言われて並んでても汗かかへんけど、隣のおっさん、ワークマン着てるおっさん汗かいてるのか、なるほどなってなってたじゃないですか。ただこの4万5000ミリにほぼほぼ近づいたっていうのがこのイナレムのプレミアムなんですよ。イナレムでもすごかったけど、プレミアムになってもう一個ねすごくなったっていうことで、あ、ちなみにこの今ご紹介しているジャケット、こちら35万円でなります。こちら7800円でございますので、これをですね約40着以上は買えるぐらいのお値段、ゴアテックスになってるんですけど、これゴアテックスだから高いわけじゃなくて、アクロニウムっていうブランドやから高いんですけども、まあそんなジャケットも一応紹介させていただきました。まあこういう見てもらったら分かります。質感とかもちょっとマットなね感じの質感じゃないですか。でそれとこれパッて比べてみてね、すごい安っぽいかって言われたらそんな感じしないでしょ。でイナーレムって入ってあるけど、そんな安っぽい感じせえへんねんけども、そういうまず糖質性がすごいっていうところなんですよ。で
これがね多分業界の人らからしたらありえへんぐらいの凄さなんですよ。4万ミリいってんの、ゴアテックスじゃないよねっていうことですごいなっていうところになってるんですけど、まずそれが一つ目ってことね。で2つ目っていうのが何なんかっていうと、これ結構すっきりして見えるじゃないですか。ダウンパンパンに入れてるっていう、例えばこういったジャケットってどう見たってダウンジャケットでダウンがもうパンパンに入ってるっていうのが見るだけでわかるじゃないですか。じゃなくてこっちとかってえらいすっきりしててね、そんなにダウン入ってないかなって思うでしょ。だけど一応ダウンと中綿っていう人工で作られたあのダウンみたいなのがあるんですけど、まあ、それの両方が入ってますよと。でそれが入ってることによってただただ雨風をしのぐだけじゃなくて、しっかり、保温力もあるよっていう風に作られてるってことなんですよ。だからイメージとしては僕の視聴者さんやったらわかると思うんですけど、マウンテンジャケット、ノースフェイスのマウンテンジャケットに中綿が入ってる、ダウンが入ってるっていう認識でほぼほぼ間違いないと思います。っていうのもこういうねスノーカフって言われるこの中に入ってる、スキーとかスノボするときにここカチンって中で止めてあげて、雪が下から入ってこない仕様になってるっていうような仕様もあんま変わらへんし、それでいてこういったベンチレーションとかも入れられてるんです、つけられてるんですよ。でそれでいてね、このフードかぶった時の後ろ、これがダイヤル式になってるんですね。でダイヤルでこれカチ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 ってこう締めていくようになってるから、ほぼほぼマウンテンパーカーとしては仕上がってるんですよ。でそこに中綿が入ってるっていうところなんで、これですよね、ノースフェイスのマウンテンジャケット、これに中綿もしくはちょっとダウンが入ったって思っていただいても結構かなと思うんで、そう考えたらめちゃくちゃこれ品質高いんですよ。で僕今までワークマンいろいろ買ったりしてて、こういったフュージョンダウンね、巷ではこれは人気ですけど、僕はあんまりこれなんとも思ってないんですけど、ワークマンさん見せたら申し訳ないね。でこれとかコットンの防水のジャケットとか、これバブアに似てるジャケットとかいろいろ紹介はしてきたんですけども、はっきり言って、僕個人的にはまあ妥当やなって、値段としても妥当ちゃうかなって思うような感じであんまそそられることなかったんですね。ただこのジャケットに関しては非常にねこう未来を感じるというか、これがすごい完成してるとは思わないんですけど、こっからすごいことになるんちゃうかなっていうふうに思わせてくれるようなジャケットなんですよ。でそれ何でなのかというと、デメリットがあるんですよね。これは残念なデメリットがあるんやけど、それをなくしてしまえば、これで勝負したらこれノースフェイスに勝てるんちゃうかなって思えるようなぐらいすごいなっていうところがねこのジャケットなんです。でワークマンのねホームページ見ても、一応はやっぱワークマンの中でもハイランクモデルみたいなんですね。まあ確かに値段的にもそうやと思いますし、やっぱタグがいろいろついてあるんですよ。このイナーレムプレミアムって書いてる、こういったタグがついてたりだとか、あとまあこれもイナーレムプレミアムね、こういう風な感じで生地にストレッチ性が入ってますよとか、あとダウンがなんか 240g 入ってますよとかっていう風に書いてたりするんですけども、 240g ってね相当ダウン入ってるんですよ。でこれねすごいパンパンに入ってるじゃないですか。これで200あるかないかぐらいだと思うんですね。で240はないんですけども、って考えたら相当入ってるようには見えないんですね。でこれなんでなんかって、秘密としてはスリムで温かくできてるっていうのは、半分はほんまのダウンを使ってる、もう半分は中綿を使ってるっていうところで、この中綿っていうのが結構細いんですよ。実物見ると中綿ってね、これでねダウンがねこれなんですよ。でこれだけじゃ分からへんけって話なんだけども、中綿に関してはもうちょっとこう広げてあげるとこれぐらいなんですよ。このシート状になってるから、こんだけしか容量がないっていうか、これだけ綿入れるだけになってるので、結構すっきり作れるっていうのがこの中綿ジャケット、この人工で作られてるやつの特徴ですね。でこれに関しては濡れても傘丈が縮まないんですよ。だからよくみんな中綿って使うんやけども、ただイナーレムに関してはこれ防水ジャケットやから、防水ジャケットであの中が濡れるかどうかって気にする必要あんまないんちゃうかなと思ったりするんですけども、そういったことでこの半分はダウンが使われてると。で半分ダウン使われてるってことなんですけど、これは僕の実際作ってるダウンジャケットで作られた中綿なんですけど、こっちの映像を見てもらったら分かる通り、こんな感じで傘高がやっぱあるんですよね。だから入れれば入れるほどやっぱごつくなってくるっていうところもあるので、こうパンパン感が出やすいというか、こう着膨れしやすいっていうのが、まあダウンのデメリットでもあるんですけど、その分保温力が高かったり、中綿はすっきり着れるんやけどその分保温力低かったりするっていう、まあ、どっちの悪いところも相殺するように半分ずつ入れてるっていうのが、このジャケットになってるんじゃないかなと思います。じゃあそれめちゃくちゃいいやんと。まあまああったかくて、しかもこう蒸れそうになったりしても蒸れにくいんでしょ。でベンチレーションもついてるんでしょ、はい、めちゃくちゃいいじゃないですかってなってくるんですけども、ちょっと待ってくださいね。なんでこれ微妙なんかっていうと、デメリットがあるんですよ。このデメリットが正直このジャケットの価値をねグッと下げてるんですよね。で何なんかっていうと、まあこれ見てる感じ全然悪いとこないじゃないですか。何なんかっていうと、せっかくイナーレムプレミアム、ちょっと言いにくいんやけども、イナーレムプレミアムっていうそのスーパーサイジン2を使ってるのにもかかわらず、ダウンと裏地付けちゃったら透湿性関係ない、これ1枚やから、汗が逃げやすい逃げにくいっていうのがあるんですけど、その1枚の上からまたダウンや中綿入れて、それで最後にまた裏地も貼ってたりしたら、もう透湿性もほぼほぼ関係なくなってくるんですね。だから
本来このスペックをマジで活かしていこうと思ったら、こういうマウンテンパーカーで作るべきなんですよ。でマウンテンパーカーで作れば作るほど、より地肌が近くなったり、より湿気が近くなってくるので逃げやすい、湿気が逃げていくっていうのをより体感できると思うんですけど、こういう重アウターっていうんですかね、こういう中綿の入ってるジャケットに透湿性ってはっきり言ってあんまり必要ないっちゃ必要ないんですね。じゃあ蒸れはどうして解決するのって話なんだけども、蒸れに関しては以前このダウンジャケットの時あんまりシラッとしか言わなかったんですけども、これはね中にあの裏チタンかなんか入ってるから、この熱を逃がさないっていうところもそうなんやけど、めちゃくちゃ蒸れると思いますよって言ったと思いますが、これも同様に最初は蒸れると思うんですね。でそれをどうするかというと、もうもちろんこういったベンチレーションで解決して、こう熱を逃がしていくっていうやり方もねあったりはするんですけども、こういう時にね天然繊維の強みが出てくるんですよ。こういうダウンジャケット、中綿じゃないですよ、ダウンって生き物やから湿気吸うんですよ。例えばこう脇のところとかがすごい汗かいてきて、ちょっと汗なってきたなと思ったら、ヒューって湿気吸いよるんですね。こうハンガーとかかけて乾燥させてる時、要は服を着ない時、ダウンジャケットハンガーかけてる時とかに、そういうEダウンの時はそういう傘高の大きいのを入れて、より天然繊維で湿気を吸収してるっていう、まあ、アナログなんですけども、すごいスペックのあるようなダウンジャケットっていうのがあるんですけど、まあ、それが中綿やとできないので、中綿やとできないし、プラスダウンの傘高がちっちゃければちっちゃいほど安いんですけど、安ければ安いほどもう湿気は吸わないので、どうしても熱問題というか、その湿気が出てくるっていうところが、せっかくこのイナレオプレミアムっていう4万ミリの透湿性を持ってるがゆえに全然生きてないっていう、この全く生きない状況、矛盾してる状況、もう武器はすごいんやけども全然使いこなせてないっていうの。あとまあ作はすごいんやけど、作戦ばっかり立てまくって、作詞作に溺れる状態っていうか、すごいものばっかり扱ってるんやけど、じゃあそれをどう発揮できるかっていうところにフォーカスできてないっていうところね、これ非常に残念や、もったいないなって思ったりするんですけど、まあ、そこがデメリットになってくるかなと思います。じゃあ逆に対しておすすめな人、じゃあどういう人がじゃあおすすめな、群れってなんやかいでくちくちうるさいこと言うけども、何がお前赤い服着て偉そうに言ってるちゃんちゃんごめんなこと言いながらね、何がおすすめなんかっていう話になってくるんですけど、正直言うとこれやっぱチャリンコとかめっちゃいいと思います。自転車乗ってる時とかにやっぱり雨が降ってきたり、あとそれ以外にやったらこう走ってたら最初は寒いんですけど、ちょっと10分も過ぎたらねどんどん暑なってくるんですよ。で特に大阪でチャリンコ朝一走ってください。びっくりするぐらい、俺ベトナムかっていうぐらい自転車行き交ってるんですよ。特に僕が今ここにいてるような八尾とか、ね、東大阪、もうこの辺りはもうすごい自転車が四方八方からもう1秒でも遅かったらぶつかるっていうぐらいの勢いでバンバン走り回ってたら、もう汗もかいてくるんですよ。その時にこういったベンチレーションピュッて開けてあげることによって、ここのほんまにちょっとした隙間に風が入るだけでえらい変わるんですよ。でこれまあ中ね白って見えてると思いますけども、ここにピュッて風が入ってくるだけで、さっき言ってた蒸れがね、あの湿気がこう逃げていったりとかして体温を調節できるようにちゃんと考えられてるということなんで、僕個人的に思うのは、外で作業をされる方、外でまあ仕事をしてたり作業をしてたり DIY してたりする方、あと自転車で通勤されたり自転車をよく乗る方っていうのは非常にこれ向いてるんちゃうかなと思うんです。で今後的に言うとね、それがにやったらこの中綿を抜いて、もう全く抜いて、より透湿性を生きる状態にしてね、裏地も外して、このもう3層にして、もうこれ1枚だけの3層にして、中綿とか全部抜いてマウンテンパーカーにしちゃえば、これはゴアテックス並ぶんちゃうと思ってね。でなんやったら1万以下で出してくるわけじゃないですか。これはすごいなと思ったりするんですけど、まあそれをやるのかやらないのかもう全く知らないですけどね、そういう可能性があるジャケットやなっていうふうに思いました。でこのインナーっていうかね、この中とかにもちゃんとこういうリブがついてて、このリブがあることによって隙間から風が入ってこないとかもありますし、あとまあこの上からグローブされる方とかってグローブした上でギュッて締めるっていうこともできたりするので、なおさらこの外向きなジャケットなんじゃないかなと思います。そしてですね、これもワークマンさんに言ったらめちゃくちゃ嫌がられることやと思いますけども、はっきり言いましょう、やっぱり小物とかもワンランク上にしてるのでちゃんとしたものが使われてます。で他のものはちゃんとしてないんかって言われたらそんなことは言いづらいんやけども、例えばこれ分かりやすいですね、ワークマンのジャケットのこの裏側のファスナーとか僕は見るんですけど、この時にここってね CMZ って書いてあるんですね。 CMZ これ何の話をしてるんかなと思ったりするんですけど、やっぱりファスナーって言ったらここは使われてますけども YKK が使われてるんですね。で YKK が使われてるとやっぱりちょっと噛みにくいようにちゃんと設計されてるよねとか、あとそのメインのところ以外のこういったサブのところとかもちゃんと止水ジップが使われたりしてるんですね。で YKK の止水ジップとかやったらほんまにノースウェイズとかパタゴニアとかそんなのもちゃんと使ってるので、止水が漏れてくるってことも絶対まあ心配はないし、あとそれ以外にやったら噛んだりとかしても噛まないようにっていうのをずっと改良し続けてるブランドっていうか、まあメーカーさんなので、その辺なんかもね安心できるんじゃないかなと思います。だからたまにねこう街中とかでワークマンって最近すごいやんかみたいな、もうノースウェイズとかアウトドアのレベルに来てるよねとかっていう人もいてるんやけど、それはちょっとちゃうかな、それちょっとさすがに言い過ぎやなと思ってたけども、このイナレムのプレミアムぐらいまで上がってくると、まあそう感じる人もおるやろうなと思うぐらいね、
品質っていうか、かなり仕上がってるんじゃないかなと思います。まあ、ただね、シスイジップってこう噛みやすいとか、噛みやすいというかこう引っかかりやすいとかっていうのもあるんですけど、これは別にワークマンのせいじゃなくて、まあ、YKK のファスナーの、まあ、シスイジップの問題であるので、まあ、その辺は別にワークマンどうのこうのっていうのはないんですけども、まあ、僕が一個思うのは、なんでこれ商品開発して4万ミリの透湿性もあるのになんで中綿入れたんっていうのが、僕やったら絶対会議の時止めるんですよ。いや、ちょっと待ってください、これ透湿性4万ミリもあって湿気が逃げるって歌いたいのに、なんで中綿入れて湿気が逃げないようにしちゃうんですかっていうのを、多分誰か会議で言ったはずないけど、すごい頑固な上司がおるんでしょうね、知らんけどね。すっごい頑固な上司が、お前はそんなこと黙っとけと、とにかくワークマンはもう数字を並べまくってそれでいくんや、もうダウン250g240g、そしてイナーレムプレミアムで4万ミリって言って、もうとにかく数字、そして7800円もう数字歌っていけっていう頑固なおじさんがおるんかもしれないっていうところがね、今回ワークマンの、イナーレムプレミアムというコートのジャケットになっておりました。また今後ですね、このイナーレムプレミアムの、継続って多分必ずあると思うので、それをちょっといろいろ見ていきたいなと思いますので、また皆さんそういう情報を捕まえたらね、僕に教えていただければなというふうに思います。ということで本日ですね、ワークマンのジャケットを紹介してみようという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。